ファン必見。ナンバーアンダーライン愛かけるタワレコパネル店に行ってきた。メンバー直筆サインや衣装に大興奮。興奮と感動。ナンバーアンダーライン愛かけるタワレコパネル店レポート。私は待ちに待った、ナンバーアンダーライン愛かけるタワレコパネル店に行ってきました。その瞬間をずっと楽しみにしていたのですが、想像以上の展示に心から驚きと感動を覚えました。特に驚いたのは、 平野翔くんの直筆サインです。ファンにとって直筆サインを見る機会は特別で、実物を目の前にした時の感動は言葉にできません。各店舗ごとに異なるサインが展示されていて、それぞれに個性がありました。私が訪れた店舗では、翔くんのサインがこれまでに見たことのないデザインで、その場に立ち尽くしてしまうほど感動的でした。今回のパネル展は、全国各地のタワーレコードで開催されており、 場所によって展示される衣装やサインが異なるのが魅力の一つです。私は、他のファンたちが SNS でシェアしている博多の衣装店の写真にも注目していました。特に、神宮寺勇太君が着ていた、盆の衣装は大人げで、その右膝の部分が擦り切れているのを見て、彼がどれだけたくさん踊ってきたのかが一目で分かりました。その細部にまで込められた努力や情熱を感じることができ、 まままますすす彼らのパフォーマンスに対する敬意が高まりまし,たしかし、こうした展示が全国で行われているという事実は、ファンにとってどれほど貴重な機会であるかを再認識させてくれます。平野翔くんのサインや衣装を見れるだけでなく、彼のこれまでの活動の集大成を見ることができる場でもあります。これは単なる展示ではなく、彼らが私たちファンと共有している歴史そのものなのです。 タワーレコードの各店舗で展示される内容が少しずつ異なることも、ファンにとっては見逃せないポイントです。梅田では白い衣装、名古屋では、盆の衣装、そして渋谷タワーレコードでは、ゴートの衣装が展示されていました。それぞれが異なるシーンを思い出させてくれる、特別な展示です。私が特に心を奪われたのは、サインのバリエーションです。店ごとに異なる文字が書かれており、 まるで一つずつ丁寧に書かれたような気持ちになりました。私が見たサインは、ひらという文字でしたが、他の店舗では、脳や、紫といった異なる文字が書かれていたようです。すべてのサインを集めて並べてみたいという気持ちが、ファンの間で盛り上がっているのも無理はありません。これは、まさにファンにとっての宝物であり、コレクション欲をそそる要素でもあります。このような展示があると、 やはりファンは何度でも足を運びたくなります。実際、私は一度目に訪れた時に一部のパネルがまだ届いていなかったので、その後再度訪れることになりました。これはファンならではの行動と言えるでしょう。展示されているポスターやパネル、そしてアルバムに囲まれた空間に足を踏み入れると、その瞬間が永遠に続いてほしいと思わずにはいられませんでした。店内の BGM として流れていた、ナンバーアンダーライン1や、 倍7分の24に耳を傾けながら、その場の空気を存分に楽しむことができました。このような空間を提供してくれたタワーレコードには感謝しかありません。また、パネル展を訪れた他のファンたちと SNS を通じて交流することができるのも、今回のイベントの醍醐味です。ファン同士が写真や感想をシェアし合うことで、展示の魅力がさらに広がっていきます。私自身も、 初めて博多の衣装店の写真を見たとき、感動がこみ上げてきました。右膝のすり切れた衣装を見ると、彼らが舞台でどれだけの努力をしてきたのかが感じられ、その瞬間に涙がこぼれました。このような感動を共有できるのも、SNS の力のおかげです。私がこの展示を訪れた日は、まさに幸せな一日でした。展示を楽しんだ後、家に帰ってみると、待ちに待った CD が届いており、 その瞬間、さらに気持ちが高まりました。アルバムを手に取ってそのジャケットを眺めると、彼らのこれまでの奇跡と今後の可能性が重なり合い、心から感謝の気持ちが込み上げてきました。彼らの音楽と共に過ごす時間は、私たちファンにとって何にも代えがたい特別なものです。さて、今回のパネル展はただの展示イベントではありません。それはファンとの対話の場でもあり、 私たちが彼らの努力と成長を直接感じ取ることができる貴重な機会です。衣装やサインに込められた思いを受け取りながら、私たちはこれからも彼らを応援し続けることでしょう。このようなイベントが開催されるたびに、ファンの絆はさらに深まっていくのです。そして、今回の展示を通じて改めて感じたのは、彼らの努力が形となり、私たちに伝わっているということです。それは、 パフォーマンスの一瞬一瞬だけでなく、彼らが日々積み重ねているすべての瞬間が私たちの心に残るということです。タワーレコードで展示されたポスターや衣装は、ただのものではなく、彼らの歴史と未来を象徴するものです。そのすべてが、ファンにとって特別な意味を持ち、永遠に大切にされるものとなります。最終的に、このパネル展は彼らがファンに向けたメッセージでもあります。 彼らの音楽やパフォーマンスを通じて伝えたいことが、こうした展示という形で表現されているのです。それは、彼らがファンを大切にしている証でもあり、ファンもまた彼らを支え続ける存在であることを再認識させてくれます。これからも、彼らの活動を追いかけ続け、その一瞬一瞬を楽しみながら共に歩んでいきたいと思います。展示を見終わった後も、その感動は心の中に長く残り続けました。 家に帰ってからも、何度もその瞬間を思い出し、SNS を通じて他のファンたちと感想を共有することで、さらにその喜びが膨らんでいきました。展示された衣装やパネルを通して、彼らの歴史やストーリーがファンの心に深く刻まれる瞬間を味わうことができたのは、まさに特別な体験でした。しかし、この体験は単なる個人的な感動にとどまらず、より広い視点から見ると、 アイドルととファンのの関係性の象徴でもあります。彼らのサインや衣装は、彼らがこれまでに歩んできた道のりや、そこに至るまでの努力を物語っているのです。それを見ることで、私たちファンは彼らの成長を感じ取り、共に歩んできた時間を思い返すことができます。そして、その一つ一つが彼らとの絆をさらに強くするのです。このような展示イベントが開催されることで、 ファンは彼らに対する感謝の気持ちを改めて感じると同時に、彼らの未来に対する期待も高まります。アイドルの活動は一瞬で終わるものではなく、彼らの成長や進化を追い続けることができるのは、ファンにとって大きな喜びです。展示された衣装やサインが持つ意味は、単に彼らの過去を振り返るだけでなく、これから彼らがどのように進化し続けるのかという未来への期待感を抱かせてくれます。そして、 私たちファンもまた、その未来を共に築いていく存在であることを実感します。彼らがどれほど努力を重ねてきたのか、そしてその努力がどのように私たちに届いているのかを感じるたびに、彼らを応援することがどれだけ価値のあることなのかを再認識するのです。アイドルとファンとの関係は、ただ一方的なものではなく、互いに支え合い、共に成長していくものだと感じます。今回の、 ナンバーアンダーライン愛かけるタワレコパネル展を通じて感じたことは、私たちファン一人一人が彼らにとって重要な存在であり、彼らもまた私たちの期待や愛情に依頼ようと全力で取り組んでいるということです。サインや衣装が持つ物理的な存在以上に、そこには彼らの思いが詰まっており、それを直接目にすることで、私たちは彼らとのつながりをより強く感じることができました。展示を終えた後、私はふと、 自分が初めて彼らを応援し始めた時のことを思い出しました。当時は彼らのパフォーマンスに心を奪われ、その情熱やエネルギーに引き込まれていったのです。そして彼らの成長を追い続けるうちに、ますます彼らに対する愛情が深まっていきました。今回の展示は、その愛情を再確認する機会でもありました。彼らが私たちに届けてくれる音楽やパフォーマンスは、私たちの日常に彩りを与え、 時時にには困難な時に力を与えてくれるものです。彼らの活動がこれからも続いていくことを願いながら、私は再び CD を手に取り、その中に込められたメッセージを感じ取りました。音楽という形で彼らが私たちに伝えたいことが、こうして展示やアルバムを通じて、私たちに届いているのだと実感しました。彼らのメッセージは時を越えて、私たちの心に響き続けることでしょう。 この展示イベントが終わってしまうのは少し寂しい気もしますが、これからも彼らの活動を応援し続けることで、また新たな瞬間が訪れることを楽しみにしています。彼らとの絆は、これからも続いていくのだと信じています。展示を訪れたことで、彼らがこれまでどれほどの努力を重ねてきたのか、そしてその努力がどのように形となって私たちに届けられているのかを改めて感じることができました。そして、 それがまた次ののステージへと続いていてくのです今後も彼らが私たちに届けてくれる新しい音楽やパフォーマンスを楽しみに待ちながら私たちもまた彼らを全力で応援し続けることでしょう。この展示をきっかけに彼らとの絆がさらに深まったと感じています。そして彼らと共に歩んでいくこの道はこれからも続いていくのです。